こんにゃんにゃんは、一番悔しいパターンでして、家に帰って玄関に足を踏み入れた瞬間に、カーンってなるってやつですね。まさに、玄関の鍵をガチャッと開けて、足を玄関に踏み入れた瞬間に、カーンカーンだけだね。カーン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 、6つ。ね。なるわけでね。これで連想しようってのは、2日か3日までたまたま、素人のど自慢って NHK の老舗番組があるじゃないですか。あれ、一番最初は、とにかく元気のいいですね。勢いだけいいけど、歌は、まあ、もう一つどころじゃなくて、もう二つも、もう三つもっていう人をいつも出して、いじゃーん三浦道春とかって張り切って歌い出してね。とんでもないけど面白いとかね。そういう風に、ね。誰が聞いても上手くないなって、それでカーンってこう、カーンって入れるのが、のど自慢という番組の一つのもうフォーマットですよね。まるでそれみたいに、家の玄関に足を踏み入れた途端にカーンっていうのは、まあそれは別に誰かが仕組んでやったわけじゃなくって、ね、自分のせいだからしょうがないんだけど、あ、悔しいなと思って、割とちょっと余裕があって、1分ぐらい余裕あって、始まるまで余裕あってつくかなと計算してたんだけど、思いの方がね、こういうのって狂うもんだよね。で、今日は透析行くの、ちょっといつもより10分ほど早めに行ったんですけど、最後の方にまたちょっといろいろアクシデンタルなことがありまして、ですね。伸びてですね。でもまあ、間に合うわと思ったら、ね、今6時2分なんですね。6時2分。それで、ネタ帳を見てですね、キリシキリシタン音楽が日本の音楽に与えた影響は？これは、まあ、乗ってたやつじゃなくて、私が論考すべき課題で、キリシタン、まあ音楽持ってきたわけじゃないですか。ね。で、江戸時代の間、ああいう西洋音楽っていうのが奏でられることはなかったわけですけども、ね。なんか影響を与えたところが音楽としてねあるんじゃないかっていうのをふっとひらめいて、これ誰だか多分やってる人はいるんだろうと思いますよ。だから論文をまず探さないとねいけないですね。でその続きでお経の調子の起源、なんかあるるるる妙蓮華経ってね、なんか、そう、全然音程も何もなく。あの読み方の調子の起源は何なのか。じゃ中国でもああいう風に読んでたのか。まあ、そう考えるのが自然だよね。最近私もね、疑い深くなって、若い時はむしろ何でも学校で習ったら、そんなの常識、パッパパラリラピーヒャラピーヒャラ。パッパパララね、エジソンは偉い人、そんなの常識、パッパパラリラピーハラピーハラ。これ何でもかん、踊るポンポコリンってこれ多分これに載ってますかね。ちょっと待って、踊る、これね、私のね超わがまま番組なんですよね。超わがまま番組で、踊る、あ、これね、歌詞の名前順に並んでるんですよ。この、あいみょんってやって、これ最初のページの方ね、あいみょんってやって、その次は、青い三角定規で、その次は青い鳥で、で、秋川雅史とかね、秋川雅史さん、千の風になって、だって、これから二人でお酒をとか、うっせぇわとかね、あずさ道を、うっせぇわアドっていう風に、その歌をもっぱらにする歌い手さんの名前順に並べてる。で、これ作品がね、タイ
ってるべき、あ、一応あるか。踊るポンポコリンで調べたら出るのかな。踊るポンポコリン、大空、あ、踊るポンポコリンあった。260ページ。これね、インデックスが2つか3つありまして、こういうふうに、このタイトル別作品ね、それから、私が見に行ったのは、タイトル別作品でよかったんだ。タイトル別作品で踊るポンポリンがありまして、もう一つあるのが、リリース年別作品。で、この歌集に載ってるの一番新しいのは2022年。ね、2022年。一番古いのは1961年。私の生まれる前ですよ。ね。銀座の恋の物語って、あ、そんな古いんだ。銀座の恋の物語ってやつね。だから、チャランチャン、チャンチャンチャン、チャンチャランチャン、チャンチャンチャン、上を向いて歩こう。で、踊るポンポコリン見て、弾けそうだったらちょっと弾こうかなっていうのでね、ありましたね。踊るポンポコリン。BB クイーンズ。BB ラウンジじゃなくって、BB ラウンジって言ったらパリピ孔明と、ね、エイコのホームですよ。BB ラウンジならぬ、BB クイーンズの歌っていた踊るポンポコリン。とかって、あれね、文楽のやる人、っていうのは、あれ、やっぱり日本独特の文化でしょうね。一つの、なんて言ったらね、調子を整えるっていうのもあるし、なんか気合を入れるというか、こう、腹に力を入れろみたいな。それに通じるようなね、腹毛っていう言葉がありますけど、腹毛ってこういうの腹毛っていうのかな。はい。なんでもかんでもみんな、踊りを踊っている。これ、よくね、見えないんですよ。字がね、小さいのと、あと角度的にね、こういう角度になってるのを見るから、見にくいでしょ。だから、ちょっと私の方にこう向けて傾けないと、だからな、傾きをつけるものを、だから何でもやるときは段取りっていうのは、ティッシュでも下に引いて傾きつけてね、踊るポンポコリンに再挑戦ですよ。で、C シャープマイナー。これでよかったね。はい。何でもかんでもみんな踊りを踊って、B ときたか。いるよ、お鍋の中からぼわっと、インチキおじさん登場、いつだって忘れない、エジソンは偉い人、そんなの常識。タタラリラピーヒャ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 ラパッパパラパピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラおへそがちらおへそがちらりーっていうことでね、さっきね目次で見てですね、やっぱり見たらこれ歌ではね、上を向いて歩こうとかなんか、これはもう、我が、もう、得意曲ですよね。上を向いて歩こう。ちょっと待って。160って、160って、あった、160ページ。コードも、ちょっと。ちょっと気を抜くとここだね。上を向
ね、これね。本当にすごいこう心臓に毛が生えてるってまさにこのことですよね。歌うまくもないギターを弾いて人様の耳を耳に届けるというね。本当にもう聞く人が聞いたら顰蹙でしょうね。だけどまあ今日は私はこの瞬間ね、踊るポンポコリンが歌いたいなと思って、でその歌本を見たら、上を向いて歩こうが歌本に載ってる一番古い歌だな、上を向いて歩こう歌いたいなと思ってね。私でもね、2回か3回ぐらい練習して臨んでたらね、もうちょっと散ったら上手に弾きますがな。で、全くのね、練習なしで本番でやってるわけですから、そこを、まあ、寝食願おうというのも、つむしのいい話だね。これ、すごいこう、巧みに仕込んどいて、むちゃくちゃ弾けるようになっといて、いかにも、うん、あ、今こんな曲出てきましたけど、ちょっとしどろもで、いつものように、ああさあ今日は三浦もしどろもどろ弾くかなと思ったら、バリバリに超難しい曲を超難しいテクニックを使ってパーッと弾きこなすとかね、企画としてやったらいいでしょうね。企画としてやったらいいけどやらないだって大変だもん。本当にそんなんやったらね、 やらないといけないことはいくらでもありますから。あとね、小学生が拾った境界線っていうのもやったし、鍵の代わりなんだろうこれ、鍵の代わり、 Facebook に載ってた鍵の代わりって、あの、だいたい私タイトル見たら、あのエピソード記憶で、そうそう、あの話って思い出すんですけど、これね、鍵の代わりってどんな話だったか思い出せないんですよ。で、これ開けてみないとね、開けてみるしかないわけですよ。ブックマークマネージャーに鍵の代わりって、代行運転の代ですね、代わりですね。鍵はカタカナの鍵ね。これあのコンピューターってやつは全然融通が利かない。人間だったらね、あの、ひらがなで鍵って言ってもなかったら、あ、カタカナかもねとかね、漢字の鍵かもねとかってね、やってかくれるわけじゃないですか。絶対そういうことをやってくれませんから。いかにコンピューターっての頭、鍵の代わりって正しくカタカナの鍵で入れたのに出ないんですよ。ちょっと待って、鍵の、あら、あら、ダメだわ。ひらがなの鍵だな。鍵の、あ、ひらがなカタカナは、よくいけるんだ。ちょっと待って、ブックマークって書いてましてね。ブックマークって書いてましてね。こういうことあるんだね。漢字で鍵の。あら、ブックマークしたつもりがしてなかったんですね。これ鍵の代わりにって書いてるでしょ。で、Facebook に出たネタでね、ブックマークぐるっと丸でくったらブックマークしてますよっていうことなんですけど、あろうことか、こういう大事な時に、TikTok 逆説的選挙のすすめ。ちょっと待って。TikTok、これはね、覚えてますよ。その若者が選挙に行かない、投票率低い。だから若者は政治に対して文句言う。政治に対して文句言ってる社会に対してね。しかも、年寄りが、優遇されてるから、ね、俺たちの立場が悪いんだ。だからすっかり政治家に騙されてるわけ。うまいこと、あの、年寄り、オールドジェネレーションのせいで俺たちひどい目に遭ってるんだ。で、それに対して、いや、そうじゃないでしょ。あんたたち選挙にちゃんと行かなくっちゃ。っていうのを、その、登場するのが、年寄り連中が出てきてね。
すごくその若者はどうせ選挙には行かないってね、自するわけですよ。むちゃくちゃ自するわけ。私たちはこうこうこうだけど、あんたたちは選挙に行かないって、むっちゃディスるわけ。何にも変わりはしないわ。こういう感じ。選挙に行くな。日本の借金が増えてるって。でも、どうせ返すのは未来の子供たちだよ。もう聞こえてますけど、これですね。私の旅行が無くなった。かわいそうね。私の旅行は支援してもらったけどね。どうせこのベーシックインカム、憲法変える、そんなことしたら社会が変わっちゃうじゃない。コロナで生活が苦しくなったのに、選挙には行かなかったね。選挙には行かない。私の人口が少ないから、私の一票なんて無意味だって、開き直ってるの。挑発、挑発。あんま違い。年功序列？若い人の意見も通らない。老害だ。いくらでもツイッターで言ってればいいわ。むちゃくちゃ挑発してる。選挙には行かない。選挙には行かない。選挙には行かない。だから政治家は私たちの言うことを聞くんだよ。政治に若者はいないもどうせ。ネットなら投票するのにってずっとネットで言ってなさい。私たちは選挙に行く。私たちは選挙に行く。私たちは選挙に行く。え？まあ統一地方選挙の時に、これ個人の人はなんか高松奈々ちゃん、高松奈々チャンネル、高松奈々さん、頭いいですねこの人ね。だからこれ出た3人のお年寄りが出演してね、私たち若者は人数が少ないからね、どうせ私たちが投票したって何も変わんないって、開き直ってんのとかって、むっちゃくちゃディスってるというか、まあ挑発してるんだけど、この人たちは本当に若者に対する本当に愛を持ってると思いますよ。こういうやり方ででも、あなたたち当事者が自分で選挙に行かなかったら、若い人のための政策がね、政治家がやるってことはないんだから、ちゃんと選挙に行きなさいよって、これ正面から言っても聞かないから、ね君たちは選挙に行くな、君たちは選挙に行くな、何があっても選挙なんて行くな、もう行っても無駄なんだからってね、言いながらね、中身的にはさっき聞いていただいた通りですよ。で、私たちは選挙に行く、だから政治家は私たちの言うことを聞くの。お年寄りも随分年金の問題とかね、政治不満があるだろうけど、でもこの人たちこういう動画にね、高松奈々さんが交渉して知り合いの年寄りに多分ね、お願いして出てもらったんでしょう。で、そのコンセプトに賛同して、いやー、じゃあわしもちょっと一肌脱ごうか。孫かどうか知りませんけど、奈々ちゃんのために一肌脱ごうかってね、迫真の演技だったじゃないですか。すごい、もう、意地悪感いっぱいのお年寄り3人のね、お年寄りが演じてですね。だけど、その心は、若い人たちをこういうふうにね、もう挑発されて、それでも選挙に行かないのか、ね、選挙に行かないとダメだよっていうことを言いたいんだけど、正面から言ったってね、聞かないから、こういうふうにやってる。ね、だからこれは私にとっては大変興味深い、ね、動画でした。面白い動画だなと思ったしね。これからミニ四駆の動力をロケット花火にしたら、これ先週やったんだ。ね。それやったんだ。やったんですよ。美濃部辰樹吉は高砂出身。これはマニアックな話題なんですけど、そうです。私、天皇機関説について調べてまして、天皇機関説っていうのは、まあ、明治憲法。ね、大日本帝国憲法っていうのができて、まあ、天皇の位置づけでどう解釈してどう運用していくか。だから大正時代に入っていく、そういう時代にその生身の人間である天皇がその中世の時代の王様みたいな立場でね、あるいは戦国時代の武将みたいな立場でね、
だから今日読んでたら、なんていう武将だったかな、名前忘れましたけど、酒癖が悪くて、酒飲むともう見境つかなくなって、しかも悪いことに、酒を飲んだ上でのことを、まあパーンと忘れると、忘れちゃうと。ね、うん、これ今でもそうですけど、その当時のその武将さんの名前ちょっと忘れちゃいましたけど、で、船からみんな降りて、で、降りる時にはこういう格好して降りるっていうその決まりがこの軍にはあったみたいで、それがちゃんと実施されてない、それをちゃんと船を手配してみんなを乗せて降ろすようなね、そういう責任を仰せつかってるやつがやったのか、まあ実は本人がちゃんと言ってなかっただけのことなんですけども、酔ってたわけですよ、このベロンベロンに、この酒癖の悪い上司が、酒癖の悪い武将がね、酒癖の悪いトップが、それでむちゃくちゃ絡み出してね、その責任者に絡んでね、で最後にはもう激高してですね、みんなも諌めたんだけど、激高してね、お前ここで腹切れって言うてね、だから当然みんな一生懸命止めたわけですよ。そんなそれぐらいのことで腹切ってたらもう腹がいくつだってもたんないという世界で、そうなんだけど、その主人がもうどんな風によってももう腹切れない一辺と、で船から降りて移動しないといけないのにね、時間はどんどん過ぎていく、作戦もあるでしょうよ、いろんな段取りあるでしょうよ、それがダメなの、だからお前腹切って詫びろって言われたその家来が、皆様に大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでしたちゅうて切腹してですね、解釈されて首ポーンと飛んで死んじゃった。で次の日の朝に、そのお前首腹切れって言った当人がね、目覚ましてね、上機嫌でね、それで自分がお前腹切れって言った部下に向かって、おい何々はおるかとかって聞いたらね、あなた様が切腹をお命じになられましたので死にました、単刀直入言うとね、で首見せて、でその上司はさめざまと泣いた。だからその生身の人間が王様っていうのはそういう状態じゃないですかね。だけど今の近代国家日本で、近代国家大日本帝国で天皇が腹切れって言ったらね、裁判も何もなしで腹切らないといけないっていうような体制は、これは近代国家としてやっていけないと、それに人間としておかしいやろっていうので、それでこう編み出されてきたのが天皇機関説ですよね。だから雇われ社長みたいなもんで、お立場でね、社長になってるけど株主もいるわけだしね、また部下の言うことも聞いて、ちゃんとシステムの一部として社長の役割を果たさないといけない、まあそういうもんじゃないですか。で天皇もそういう機関っていうことは、まあ国家という歯車ですよね、歯車が絡み合って大きな日本大日本帝国というのはぐーっと動いてるね。それの大事な部分ではあるけれども、一つの機関、歯車に天皇も過ぎませんということですよね。それを最初に言い出したのが憲法学者の三延辰吉ちゃん。それで調べてて、多分昔に気がついたことがあったと思うけど忘れておりました。三延辰吉、高砂の出身なんだね。高砂って言ったら私が住んでるとこ加古川なんですが、隣町が高砂市なんですよ。ね。ですから、この間なんだっけ、雪国とかと違って、この辺は偉人が出ない。とかって言いましたけど、まあこれは訂正しなければいけませんね。三延辰吉をこの播州地域は出したわけでね。だから大正時代とか、また昭和の初期に至るまで天皇機関説が、これがもう公の通説、学校で教えるのもそれ、ね、天皇本人もそれでよかろうって言ってね、それその解釈でいい、その解釈の方がいいっていうことでずっと運用してきたのに、
あれなんだっけ、頭の土地狂った、ちょっと待ってよ、司馬遼太郎さんがすごい批判してるんですよね。その自分たちは天皇をいただいて、天皇のなんていうかね、個人的な参謀である家来であるみたいなね、なんとか本部、なんとか本部枢密院とかそういう憲法に規定された組織じゃなくって、あの軍隊の組織の名前ですよ。誰かピンとして、ピンとして来て書いてくれないかなと思って、大本営本部じゃなくって何やったかな、参謀本部じゃなくって、すごい軍隊、結局日本全体を牛耳ることになったやつ、天皇本部、これじゃ検索しても出ないよね、このね、統帥権、天皇の統帥権っていうのを、あの、傘に切って、日本をむちゃくちゃに引っ張っていっちゃった人たちね。統帥権っていうことが幸いにも思い出すことができました。統帥権。統帥権とは、軍隊に対する指揮命令の作用。これは統帥。それが統帥。旧憲法ね、大日本帝国の下では、軍の統帥に関する天皇の大権で、これは一般国務から独立した形のものであった。こういうふうに、これは何、誰が書いてんの？何が書いてんの？日本大国語大辞典。日本国語大辞典、統帥権。そう言ってるわけですけども、これね、F さんという方が、ご立派です。素敵、勇気ある自己表現。PC、パソコンのことね。私もまだまだ分からずですが、私がギターを弾いて歌ってるのを、ご立派ですとかって言ってくれて、世の中には広いですね。そういうことを。てくださる方もあると、本当にありがたい話ですよね。で、統帥権、まあちゃんとした辞書みたいだから、これで合ってるわけでしょう。旧憲法のもと、軍の統帥ね、統帥に関する天皇の大権で、一般国務から独立した、まあ形としてはそうなんだけど、だけどその天皇が直々にね、今度はどこどこ攻めろとかってね、出す能力も天皇自身ないわけだし、出したってしょうがないわけじゃないですか。もうはちゃめちゃになるわけじゃないですか。だからいろんなことに関して、結局天皇は機関なんだね。だけど、まあいわゆる旧憲法原理主義ですよね、今の言い方で言えば。旧憲法原理主義で、こういう文言なんだから、天皇は偉いんだから、だからその天皇は偉いんだから、神聖なんだからっていうね、参謀本部、参謀本部がちらっとね見えたんですね。参謀総長なんたらかんたら、参謀本部だったかな、私が知りたかった言葉って。今ね、そうじゃないかと思って当たりをつけたページ。軍をコントロールするための基本構造、統帥権と軍令、軍政、統帥権、陸軍、海軍、統帥権。戦前の日本では天皇だけが持つのが、その軍を自分の好きなように動かす。それが統帥権。だけど実際は、天皇機関説でやって収まってたのが、まあ生まれた時から小学校でね、日本よい国神の国とかってね、天皇陛下立派です、ご立派ですね、神様ですとかってずっと教えられて、いわば
まあ国家による洗脳を受けてる人たちが中枢部ね、軍の中枢部を占めるときに、その参謀本部っていうところね、うん、そこの人たちがもう示し合わせて、でそれすごい司馬遼太郎さん、この国の形の中でまあ批判してるわけだ。でそのもうシークレットの文書もひた隠しにして戦後そういうのを隠したり焼いたりしたはずだけど、出てきたのがあってね、千葉さんはそれ手元に持ってて、要するに俺たちが自由に国を動かすんだね、天皇の統帥権ということの名のもとに。だからそういう人って大体頭パーでね、スカスカなのにすごい権威にへばりついて、権威を傘に着ていろいろやるけど中身は全然パーっていうようなね、そういう類の人ってどの時代でもいるじゃないですか。だからそういう人に権力取らせたらダメなんですよ、権力取らせたら。ところがもう戦前のね、戦争が一番煮詰まっていく頃に参謀本部の連中がそういう風にね、まあ形として、規定されている、その天皇の統帥権、これを原理主義的に解釈して、だから見延辰吉なんかはけしからんやつっていうことで排斥されちゃったわけですよね。うん。で見延の天皇機関説が排斥されるということが天皇のところにもたらされた時に、見延の説のままでいいのにって言ってもどうしようもない。だから統帥権ね、振り回そうとするやつっていかにも天皇を立ててるようで、結局聖書に書いてある通りですよ、己が腹を神とし、自分の腹、自分たちの思惑こそが神であって、天皇をいかにも立て祀ってるという形をしながら、結局自分たちが権力を籠絡してる。でもそれで日本はすっかり全部がやられちゃったわけでね。だから同じことをね、繰り返したらダメなんですよ。本当にダメなんですよ。ね。そこを司馬さんがいろんなことを言った中で一番言いたかった部分の一つじゃないでしょうかね。そういうその戦後に至る数年間は、これはもう日本とは違う、もう日本の歴史とは違うということをね、自分自身は軍隊に入ってて、千葉かそのあたりね配属されて、だけどアメリカが実際本土に攻めてきたら、自分たちが守ってるこの道を東京の人たちが逃げてこっちに来る、で向こうからは敵がやってくる、だけど我々は戦車を進めないといけない、そうすると民衆を引き殺していくしか自分たちのやることはない。だここにまで至ってしまうようなね、こういう愚かな戦争をやって、しかも止めることができない、こういう日本って私が知ってる日本とは違うってね、司馬さんは非常にこう嘆くわけですよ。でそこが彼のライフワークの出発点になったみたいですけどね。最初はその新聞記者やってて、で面白いね司馬さんの話も。一番最初に小説なるものを書いたきっかけが、大阪の銭湯である人が阿公にな、太秦寺だっけっていうのはお寺があるやろ、それはな八祖の寺なんや、ちょっと面白い話聞かせてやろう。でそこから興味持って外津天の空っていうのをね、だからそのある学者が、奥さんがそういうそのキリシタンが入ってくる以前に、実は日本にキリスト教的なものがペルシャとかそういう方面から入っててね、そういう系統の女性で、でその奥さんが死んじゃって、でその奥さんの面影を求めて、また奥さんがその連なっていた血筋っていうか歴史的そういうのをずっと追求していて、最後には気が狂っちゃってその神社を焼いちゃうと。
ね、阿公のね、そのキリシタン以前に入ってたそのことを示すその神社に放火してしまったって、そういう結末でね。だからすごいなんかで、司馬さんはなんていうかね、キリスト教に対してはかなり辛いですよね。でもカトリックはまあわかる、話せばわかる。プロテスタントっていうのは私はてっきりわからない、全然わからない。でもプロテスタントの方も悪いよね。やっぱり司馬さんとやっぱり胸襟を開いて、司馬さんもああ語り合った、なるほどこいつらこういう考え方してて、一緒に日本で生きてきてね、こういう貢献を彼らもしてるんだなっていうふうに、やっぱり司馬さんが実際そうだからね、そういう論客がプロテスタントにいないといけないのに、まあいないっていうことでしょうね司馬さんの認識では。あ、カトリックの方は十分論客として話できるけど、プロテスタントは私は分かりません。何の話でなんだっけ。脱線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 日刊脱線生放送ということで、もう時間ですから、これにて打ち切りなんですね。で、お聞きになっているあなたに、天地をお作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今週最初の日刊生放送ね、コメント欄、間に合いましたね、大学に着いたよっていうコメント、還暦の大学生、あの下手な歌にご立派です、素敵とかって書いてくれる、みっちり兄貴ワンマンショーということですね。ということで失礼します。今週もよろしくお願いします。